こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの本です。たった5つの感情でお客様は動き出すというこちらの本になりまして、これは、この、タイトルからも想像つくと思いますが、この売り込まなくてもお客様を集めることができるというようなことが書かれていまして、その最も単純な方法は愛だということになっていまして、でその5つの感情というものを順番に感じていただくためのメッセージを作っていこうということが書かれています。でその5つの感情というものは、まず安心したい、そしてつながりたい、認められたい、変化したい、そして貢献したいというこちらの5つの感情、これを感じていただけるようなメッセージというものを発していきましょうということが書かれていました。そしてそのどの感情が特に満たされていないのかということを知ることができるタイプ別の説明などもありまして、それが個人的には非常に参考になりました。実際に非常に使えるノウハウにもなっていると思いますので、ぜひ読んでみてください。以上です。